日本鹿児島県鹿児島市七津島七津島は鹿児島県鹿児島市の町底。郵便番号は891-0132。人口は8人、世帯数は8世帯。七津島1丁目と七津島2丁目がある。全域が鹿児島臨海工業地帯の一号用地ビークとして埋め立てられ造成された工業地帯である。鹿児島市の南部。 林口地域に位置している。北方には南栄谷山港、坂の上、南方には平川町、西方には高山が接しており、東方には鹿児島湾に面している。町域の北部には七津島ンライフプールやその周辺に商業施設が所在し、南部は金属加工、食料品などの工場が集積する工業地帯となっている。町域を南北に 鹿児島県道219号玉取、波間鹿児島高線が通っており、産業道路の一部として機能している。また、沿線には、埋め立て以前にあった七つの島の内父島と呼ばれていた島の一部が現存している。表の上方向が北を示す。七つ島という町名は、埋め立て以前に大小七つの島が付近に所在し、そこが、 継承地として知られていたことに由来している。1974年頃の国土航空写真。南側は埋め立て工事が進んでおり、北側には埋め立てられる前の7つの大小の島が見える。国土交通省国土画像情報をもとに、作成埋め立てが行われる以前は、緑地公園の付近は砂浜となっており、谷山市街地に近いため多くの海水浴客が訪れていた。 1972年10月に埋め立て工事に着手し、1976年にかけて、鹿児島臨海工業地帯の一号用地ビークとして埋め立てられ造成された工業地帯である。205ヘクタールの区域が埋め立てられ造成されたもので、事業費は約263億円であった。埋め立てが完了した後の1977年11月7日に、 平川町の一部及び平川町地崎の公有水面埋め立て地より七津島一丁目、平川町地崎の公有水面埋め立て地より七津島二丁目が設置された。七津島二丁目の区域にあたる鹿児島臨海1号、用地ビ B 区の用地について、石川島張間重工業と1974年に売買契約を締結されたが、1988年の時点で、 陸上機械部門が置かれたのみでその他は有給地となっていた。2002年に撤退し、跡地は鹿児島7辻マメガソーラー発電所が建設され2013年に運転開始した時点では、日本の太陽光発電所で最大の発電出力を有していた。フェリーはイビスカスの発着場一般剣道私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 ありがとうございます。